自衛隊の基地が近くにある田舎なんだが、自衛隊は毎年山で訓練してる。ある日、下の方の茶畑で知り合いの、じじちゃんの軽トラが道寄せ駐車する際に、川溝に、手立つわ。俺は茶つまみの手を止めて、救助に行った。じじちゃんは怪我は、してなかったけど、見事にタイヤが川溝にはまって、脱出不可能。なんとか川溝から出せないか、木の棒を突っ込んでいた時、手伝いましょうか。声をかけられた。振り向いたら迷彩服と、リュックを持った男の人が、一人、上の方の訓練地から来た自衛官の、人だと思って、すみません、お願いします、って言った。そしたらその角刈りのお兄さんが、大声で、集合、ドドドドドド、茶畑の、横の十道からゾロゾロと、自衛官が出てくる、整列、美士、総勢15名の隊員たちが、現れた。マジであれはビビった。まさか山の上から出てくるとは、思ってなかったし、全員すげえ装備担いでるし、さらに模擬銃を担いでたからテンパったわ。ダブルダブルダブル、じじちゃんも、おう、とか言ってたし、ダブル、5分、脱は解除。はじめ、キーを渡して4分で軽トラ脱出。ダブルダブルダブル、すんげえ早棒で、自衛隊の凄さを思い知ったわ。こういう訓練もしてるというのにも、驚いた。脱出した後は車両点検してくれて、じじちゃんが何度も頭を、下げてた。隊長っぽい角刈りの兄ちゃんは、これも我々の任務です、と、さらり、その後は敬礼して脳道を、下っていった。自衛隊の凄さと、任務、に、感動したわ。